17日、アストロズのホセアルトゥーベ選手が退場処分となりました。2アウト2塁で、アストロズの1番アルトゥーベ選手の打席。相手投手が投じた内角へのシンカーを打ち返すと、打球はバウンドしサードゴロとなった。しかし、アルトゥーベ選手は打球が足に当たったためファウルだと主張。ジョー・エスパーダ監督も走って抗議に加わった。アルトゥーベ選手は球審に向かってソックスを脱ぎ、打球の後を見せ自打球をアピール。だが審判はアルトゥーベ選手に退場処分を下した。ソックスを脱いで自打球をアピールして退場処分。そんなことでも処分になるんですね。気がつけばアストロズが首位にいる。ユニフォームは脱がなかったのに。映像見たら、アルトゥーベの主張通りつま先に打球が当たっているように見えます。これは、映像見てないですが、当たってますね。確信なければスパイクソックスまで脱がない。裸足になって退場処分を受けるシーンはちょっとシュールで面白かったですが、同点の9回でこの誤審なのでアストロズが負けていたら笑えない話になるところでした。まあ当たってなかったらここまで抗議はしないでしょうね。前もあったし前回も今回も足に当たってるね。あの真面目なアルトゥーベ言ってるんだから当たってるんだろう。でもまあ、試合には勝ったからよかったよ。でもなんで退場処分？そんなに激しい抗議でもしたのか？ほんと、誤審だったらちょっと笑えない。試合中にグラウンドでスパイクとか、ソックス脱いじゃいけない決まりとかあるの？見たところ、足にタトゥーとかもなさそうだったしな。素足がダメだったのか？同点だったけど、こんなことでわざわざ嘘の抗議なんてすることないと思うけどな。審判権限でビデオ確認してもらいたい。ハーフスイングでもゾーン判定でもないのだから。証拠を見せたかったんでしょう。ファイン盗み以外いろんなことで割り送ってる感じがする。かわいそうだ。当たってないのに三味線弾くのは立川と杉田にしか知らない。他にもピッチクロック間違えるわゾーンがバガバだわハーフスイングも適当だわで、今日の審判団は最悪だね。メジャーリーグでも審判がメジャークラスの人は多くはない。